はい、皆さんこんにちは。百点アンチョイス主催の相馬子です。舞台フール、作演出を担当しております。今回はですね、あの百点アンチョイスが今まで上演してきたミステリー作品やサスペンス作品のこういろんなものを詰め込み、それをさらにパワーアップさせたような作品になっております。とある使われていない別荘に集まる人々のお話なんですが、あることが起きて事件なのか何かに巻き込まれていきます。集まった人たちがこう全員怪しく見えたり嘘をついているかのように見えると思うので、誰が嘘をついているのか、そして何者なのか、そのあたりを推理してお楽しみいただけたらと思います。1回だけでも楽しめる作品なんですが、全てを知った上で2回3回と見ると答え合わせのように楽しめるのかなと思います。ミステリーが好きな方、特にクローズドサークルのジャンルが好きな方はより楽しめる内容になっていると思います。アトラクションのような演出があるので、ぜひ劇場で体験していただけたらと思います。